で掴んで口まで運ぶことができます。ゾウの鼻には骨はなくて全て筋肉でできています。全て筋肉のためゾウの鼻は意外と硬い鼻をしていますので、よかったらゾウの鼻を触ってみてください。ゾウの鼻からは鼻息と一緒に時々鼻水も飛んでくることがありますが、鼻水はご了承お願いします。ゾウの鼻息はとても強くて、ドライヤーの強風の風よりも強い鼻息が時々吹いてきます。このゾウの種類はアジアゾウとなります。ラオスからはるばる日本にやってきました。ゾウの上に乗っている人はラオスから来ているマークルと呼ばれているゾウ使いのお兄さんとなります。ゾウの鼻には関節もないため、くねくねと自由自在に動かすことができます。ゾウの鼻はとても力があり、300キロほどの重たい鼻が鼻で持ち上げることができます。鼻水鼻水これ。ハイトもあげればどうか。触りたい。あげないよ、ハイト。ほら。はい、次のようにまた移動します。